はい、皆さんこんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。尺八奏者のクジラ岡徹です。尺八ワンポイント講座シーズン2、尺八の音の出る理由に従って僕たちはどんな動作をしていったらいいか、どんな風なアプローチをしていったらいいかっていうことを順々に考えながら積み重ねていくという動画のシリーズになっております。まだね、シャープ1から見てないっていう方はシャープ1の方からぜひ見ていただければ、あ、なんとなくこういうこと言ってるんだなっていうのが積み重なって分かってくると思います。尺八の経験者の方にとってはですね、もしかするとご自身が取り組んでいる練習の仕方とか考え方、吹奏理論とちょっと違うようなアプローチがあると思います。多分あると思います。で、それがなんかやだなって思うんだったら見ない方がいいです。でも面白そうだなと思ったりだとか、知らない発想だったり思いもしない発想だったりすると、ご自身が今ぶつかってる壁なんかもポンとね、簡単に超える、きっかけやヒントになる可能性があるので、面白がって見ていただければと思います。見てね、うまくいかなければちょっと違うのかなって思ったり、時期を改めて見ていただけるとスポンとハマることもあると思います。今日はですね、前回短い発音大丈夫ですかっていうね、短い発音また改めてみましょうっていう話をしたんですけれども、そこで次はですね、短い発音のバリエーションですね、バリエーション練習、これすごく重要な練習になってくるので、ぜひとも皆さんやっていただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、短い発音のバリエーション練習っていうことで、まあ、どんなことをするかっていうと、まあ、一つは、まあ、分かりやすく言うとメリですね、メリでもちゃんと音を出すための練習になります。で、ただですね、これメリのための練習って思ってしまうと、なんかメリをすることだけに意識がいくんですけれども、もっと大きい視点で見ると異常状態っていうんでしょうかね、ベストな状態じゃなくても音を出すっていう練習になります。まあメリっていうと、まあ普通の構え方こうやって当ててもメリはこういう状況ですよね。普通の状態で音が出るのにめったら音が出なくなるっていう方いらっしゃると思うんですよ。それは普通のいつもやってる状態と違う状態になってる時に音が出ない、まあ、音が出ない吹き方をしてしまっているから音が出なくなるわけですね。なのでこういった異常状態も事前に練習しておきましょうという話です。この異常状態とは言っても尺八演奏してる中で必ずね出てきますよね。で、その異常状態って思うほど苦手意識っていうのは高まっていくので、この練習することによって、まあ、いわゆるメリとかメリのアクションに対する苦手意識をどんどん取り除きたいなと思っています。皆さんこれね、この状態で 100% 音が出るように練習しておきましょうね。最初の頃お話しした動画覚えてますか？これ、今もう 100% 出ますかね？パクパク短い発音をして、口元にめがけて空気をポン、打撃をすると、必ず 100% 音が出る。皆さんはこうなってますか？ね。そして、ここからですね。この普通の状態を、まあ、ゼロのポジションとかニュートラルポジションというふうに僕は呼んでいます。ここからメリを3段階作ってほしいです。3段階。1、2、3ですね。その角度はね、メリのこういう動作っていうのは、頭蓋骨だけが動いてください。首が動いたり、体が動いたりしないように。また、手で作るのではなくて、手はこのままですね。手はこの位置のまま。頭蓋骨、背骨の上に乗ってる頭蓋骨がくるくるくるっと回る感じで、3段階はご自身の中での判定でいいです。何度っていう風に細かく決めません。3つ、3段階分けれたらいいなって感じですね。これ必ず3段階音が下がらなければいけないっていうものでもありません。1段階目で音が下がるだけで十分だと思います。2段階目3段階目はそんなに音下がらなくてもいいです。吹きにくい状況をただ作りたいんですね。で、まず、ニュートラルポジションで、短い発音をしてください。ね、やることはシンプルですよね。口の目の前にある半月状の歌口の隙間を上からポンです。次、1段階目。少し唇と歌口が接近しています。それでも僕たちのやることはとてもシンプルです。同じなんです。口元、口のすぐ目の前にある、唇のすぐ目の前にある半月状の隙間を上から叩くだけです。ゼロポジションに戻ります。1段階目、
そして2段階目も同じですね。2段階目もやっぱり同じなんです。口元にある隙間を3段階目ももちろん同じ。僕たちは唇の目の前にある半月状の隙間めがけて叩くっていうアクションをするだけなんです。これでメリっていうのの苦手意識はきっとなくなるはずです。はい、もうこれ単純ですね。今までメリっていうのはどうやって出すかっていうふうに考えてた根本的なところを洗い直してみましょうっていう話です。尺八っていうのはやっぱり音が出る理由っていうのはここをポンって空気で叩くからなんですね。発音することが大事なんです。で、今までメリ音が出しにくかった方っていうのは発音することを当然忘れているからです。尺八がだんだん吹けるようになってきて、当然このいつもの構え方、ニュートラルポジションで、まあ、吹いていても、なんとなく発音を伴う吹き方で、なんとなく音が出ていた方が、こういう風に状況が変わった、唇と尺八の関係性が変わった時に、ニュートラルポジションのなんとなくの吹き方で吹いてて、音が出なくて当然ですよね。だからやっぱり、その状態に合わせた発音をするっていう意識がすごい大事なんです。変化した状況に合わせて自分が音を出すために狙う場所はどこかっていうのをサーチし直します。変化した場所、そこめがけて、そこを狙ってちゃんと上から叩いてください。だんだん歌口が近くになってくると、こういう吹くっていうモーションを使いたくなるんですけど、歌口が近づいても上から、どんなに近づいても上から叩きましょう。人間の体とか人間のイメージって驚くほど正確にコントロールされるというか、自分が考えたことを動作で表してくれるんですけれども、やっぱりこの普段狙っているこの歌口の部分が、あ、なんかこの辺に近づいたぞ、ちょっと様子が変わったぞ、それを敏感に唇から感じ取って歌口の隙間、半月の隙間を上から叩くっていう風に考えてください。いいですか？ね、吹くっていうモーションにここで変わってしまったら、せっかく練習してきたことがもったいないですよね。上から叩くことが、ね、状況が変わっても同じように使えます。同じように使えます。これが上から叩くっていう風に僕が説明している大きな理由なんですね。尺八のこの斜めのカット、斜めにカットされてるおかげでメリがしやすいんです、ね、こうやってメって言っても、僕たちは上から音の鳴るポイントを叩きやすいんです。メって言ってもね、まあいろんなね、尺八の音の出る理由を説明する方いますよね。まあここ空気で息を2つに分けるとか、歌口の裏に当てるとかっていう考えの方いらっしゃると思うんですけど、目って言ったらそれめちゃくちゃ難しくならないですかね。そういう風な感覚で音が出ても、出る方いらっしゃるんだったらそれでもいいですし、メリの時にね、その感覚のままで音出るんだったら全然いいと思うんですけれども、それで頑張ってる人の中にはなんかどうやったらいいか分かんないなって方もいらっしゃると思うんですね。なのでそういう方のために、全部同じです。上から上からね、角度が変わって変な状況になっても上からアプローチすれば音になるんだな、上から叩けば音になるんだなっていうのを考えてください。ね、シンバルをね、叩きますよね。上から叩きますよね。それと同じ。シンバルのバチをこう振り上げる距離がなくなってしまった状態。でも、コン、下ろせば叩けば鳴ってくれますよね。そういうことだと思っていただければと思います。そんなところで、自分の吹いている短い発音、これをメリでもやってみましょう、メリの状態でもやってみましょうという練習方法の紹介でした。この時ですね、口の開き方が小さくならない方がいいですね。いつもと同じくらいにしてください。その方がいいと思います。で、だんだんちっちゃくなっててもいいんですけど、決してこの止まったままでフッフッフッっていう風にね、前に息を出す、吹くっていうモーションは使わない方がいいかなと思います。閉じていってだんだん近くなった時に息の量がね、自然と減るとかっていうの
のもありだと思います。唇の形が自然と変わって自然と狙いを変えるっていうのは起こって当然だと思います。同じ口同じやり方ではできませんね。僕たちが狙うことが同じなんですね。音を出すために何をするかっていうことが同じなんですね。そこのところを間違えないようにしておいてください。音の出る理由に従って動作をする。ゼロのポジション、ニュートラルポジションで当ててる時も、1段階目の時も上から、2段階目の時も上からね、上から叩くにはどうしたらいいかなっていうのは、ここで僕は具体的に唇をこうしましょうとかっていうふうには言いませんね。ご自身の口元にある隙間を叩くにはっていう感覚狙ってみたら、なんか自然と唇の形きっと変わると思うんですよね。それがすごく重要です。ご自身で見つけてみてください。はい、そんなところで今日は短い発音のバリエーション練習ということで、メリのポジションで歌口と唇が近づいた状態での異常状態でも 100% 音を出せるようになりましょうという練習方法の紹介でした。もうすごい実践的な練習なのでぜひやってみてください。これがうまくできるようになってくると、いろんな楽器を持ち替えても同じことをするだけですよね。当て方を気をつけて上から叩くっていうモーションをすれば、違う楽器に持ち替えても音は出やすくなってくると思います。そんなところでぜひやっていただきたい練習方法ですね。はい、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。